今回は最新シリーズで判明した羽田浩司事件の内容や判明したヤバすぎる新事実を紹介します。アニメや単行本に含まれない内容もあるのでネタバレ注意でお願いしますね。2年ぶりの長編となった羽田浩司事件の解決シリーズ、17年前の事件の真相に加えて若狭ルミ、黒田兵衛、さらにはラムに関する驚きの事実も発覚。めちゃくちゃ重要なシリーズとなりました。最新シリーズの中で明かされたヤバすぎる新事実を順番に紹介していきましょう。黒田と若狭の正体、まずは正体が明かされていなかった黒田と若狭の2人について。黒田は17年前には室さんと同じくゼロの所属だったことが明かされました。当時事件の現場にいたものの、黒の組織の存在などは知らないことも分かっています。そんな黒田と現場で鉢合わせたのが若狭ルミ子と浅香です。浅香の本名はレイチェル浅香、父親もアマンダのボディーガードでしたが殉職してしまいます。浅香はアマンダに引き取られ、優秀なボディーガードへと成長しました。浅香には黒の組織でめちゃくちゃ悪いやつって噂もあり、早くあいつを捕まえろよバロって声もあったけど、アマンダを思ういいやつでしたね。黒田と浅香には面識がなく、17年前に会っただけの存在。ただ羽田が亡くなった現場に黒田がいたため、浅香は黒田を犯人と疑っている可能性があり、そこで因縁が生まれたと考えられます。黒田は事件の重要人物である浅香をかくまおうとしましたが、黒の組織にバレてしまい壮絶なカーチェイスが勃発。その結果悲惨な事故に遭い、10年以上も意識不明だったことも発覚しました。ちなみにこの情報はコナンにも共有されたので、コナンは若狭の正体や黒田が公安ってことを知ることに、まあ今更遅すぎだろバロって気もするけど、コナンが情報を得たことで今後の展開が大きく変わってきそうですね。羽田浩司、アマンダが亡くなった真相、続いて判明した謎は17年前に亡くなった真相です。まずはアマンダ・ヒューズ、どうして羽田と同じタイミングで消されていたのか、長い間謎に包まれていました。ボディーガードの浅香が葬った説もあった中、今回のシリーズでは驚きの真相が判明します。それはアマンダを消したのはラムだったこと、さらにはラムはアマンダを消すつもりがなかったことの2つです。ラムの目的はあくまで浅香でした。そのため浅香が母のように慕うアマンダを脅し、浅香をおびき寄せることに。ラムは組織の連中に命令し、ホテルにいたボディーガードたちを次々と消し去ります。そしてゾロゾロと仲間を連れてアマンダが一人でいる部屋に乗り込んできました。そしてあの恐怖の毒薬アポトキシン486機をちらつかせて脅します。するとまさかの展開が、なんとアマンダは浅香を守るため自らアポトキシン486機を飲み込み命を落としたのです。そのまさかの行為に焦りまくったのがラム。ホテル内で浅香を探し回り、ついには羽田浩司の部屋に行き着きます。羽田と浅香には恋人説がありましたが、ほとんど初対面のような感じで親密な様子はありませんでした。でも羽田は浅香をかくまい部屋の奥に隠されます。するとそこにラムたちがゾロゾロと乗り込んできて羽田をボコボコに。でも何も語らない羽田を諦め、アポトキシン486機を飲ませたのです。羽田を消した犯人としても浅香に疑惑がありましたが、羽田を葬ったのもラム、浅香はただ疑惑がかけられていただけでしたね。ラム衝撃の事実、今回のシリーズではラムの衝撃的なシーンが満載でした。まずはラムの特殊能力です。現在のラムは左目が義眼とされており、何者かにボコッとやられたと考えられています。でも17年前は目が見えており、しかも左目にはフォトグラフィックメモリーという能力が備わっていました。これは見たものを写真みたく記憶できる超人スキル。現実世界だと数万人に1人くらいしかいない天才的な能力です。ラムはこの能力によって一度見た人間をすぐに記憶でき、それを数々の悪事に役立ててきました。続いてはアマンダとの会話にあったヤバい情報、それは羽田浩司事件の50年も前からコードネームを持っていたことです。ラムを見たアマンダは、50年ほど前日本の大富豪のパーティーで会ったことあるわよね。あなたは子供だったけど妙なあだ名で呼ばれていたわ。確かラムだったかしら、と話しました。つまり現在から67年も前からラムとして活動していたのです。少年時代から組織で活動していたとなると、生まれながらの天才だったのか、それとも時を巻き戻すあの薬を飲んだのか、そのあたりは今後明かされていくことでしょう。
さらにこのラムのコードネームは長年あの方に仕えた父親から受け継いだことも判明しており、あの方がめちゃくちゃ長い間組織に君臨し続けていることも明かされました。そんな謎が残るラムではありますが、ポンコツっぷりも発覚しています。かつてジンはこの羽田浩司の事件についてラムが向かった事件と言っていました。どんなしくじりだったのか。一つ目は思わずアマンダと羽田浩司を消してしまったことです。ラムがアマンダの部屋に行ったのはアサカをおびき寄せるためでした。ところがのんきに薬をちらつかせている隙にアマンダに飲まれて命を奪ってしまいます。またその後は羽田をボコボコにし、最終的には羽田も予定に反して消してしまいました。さらにヤバかったのはまんまとダイイングメッセージを残されてしまったこと。アマンダにはテスト時計によるメッセージを残され、17年後にコナに解読されました。また羽田には手鏡のダイイングメッセージでボスにつながるカラスマを残される大失態。一度羽田の部屋に戻ったにもかかわらず、そのメッセージに気がつかないミスも犯しています。さらには散々荒らしまくったにもかかわらず朝霞の確保にも失敗。これだけの失敗をしていてどうして未だにナンバー2にいられるのかはちょっと謎だけど、かなりのしくじり野郎ってこともわかりましたね。一方でかなりヤバいシーンが登場したのは1109話。紹介してきたようにラムの目には特殊能力があります。でも左目をやられたり年齢によってその能力が失われてきている状況。ところがラムはアポトキシン4869を思い浮かべながら、右目の時を戻すしかなさそうですね。あの薬の効力が私の想像通りならの話ですがね、とつぶやいたのです。この一言が何を意味するのか。それはラムが薬による若返りの効果に気がついてしまったこと。2022年に公開された原作では組織のボスのような人物が幼児化したメアリー・セラを見て、まるで夢のようじゃわいと話すシーンも登場していました。となると組織は幼児化の真相に気づきつつあり、コナンやアイちゃんにも間もなく危機が訪れると思えないでしょうか。これからどんな展開が待ち受けているのか、組織の動きには目が離せませんね。赤いツトム、最後は赤いツトムについてです。シリーズの最後の最後にコナンは赤井さんと電話をして黒田から聞いた事件の真相を話します。赤井さんは父親は MI6 の一員だったと明かし、それによってツトムの正体がついに判明しました。また回想シーンではあるものの、17年前に会話をしているツトムのシーンも初めて登場。しかも製造に関するヒントと思える場面も登場しました。それはある漢字の表記です。赤井さんは17年前の父親を思い浮かべ、それがまさか父の最後の言葉になるとはと心の中でつぶやきました。この時の漢字妙だなって思いませんか。普通亡くなっている人なら最後と書きますが、ここではなぜか最後の漢字を使っています。これは青山先生による伏線だと思えませんか。まあ生きている根拠としてはちょっと心細いけど、今後消息に関する重要な情報は明かされるのか、ぜひ注目していきましょう。今回は最新シリーズで明かされた羽田浩司事件の真相を紹介しました。次の連載再開は映画黒金のサブマリンと同じタイミングになる予定です。映画もめちゃくちゃ楽しみだけど、コナン史上最大の謎とされた羽田浩司事件が解明され、これからどんなヤバすぎる展開に突入していくのか楽しみで仕方がないですね。他にも今回のシリーズで判明した驚きの情報を知っている人はいますか？いたらぜひコメントで教えてください。